皆さんこんこにちはレクセン人講師の田です本日はですねこちらのお話をさせていただければなというふうに思います。試験突破のためのアルティメット合格戦略というところで、えー、本日ですね試験行政書士試験というものをそれを突破するためにはどのようなところを意識した方がいいんだろうかそしてどのような 対策をしたらいいんだろうかそういったところを本日のこのガイダンスのところではお話しさせていただければなというふうに思います早速ですけれども皆さん最初に行政書士試験の合格っていうのはそもそも簡単なんだろうか大変なんだろうかと 一般的にはですね行政所持試験なんて簡単だろうとかあそういったことが言われることがあったりですねまたネットの中でも行政所持試験というのはあ受かる試験だろうという形で甘く見られることがあ近年、えー、時たまですねあるんですけれどもただ、ですねその話は一昔前の話なんですね。 一昔前というのは行政書士試験確かに簡単だったんですね試験で聞かれてくるところも基本的な知識というところが聞かれてきていただから一昔前を基準に見れば行政書士試験というのは簡単なんですが近年は行政書士試験非常に難化傾向にあります合格率というところから見てもですねこれ 毎年10前後なんですね10人受験しても1人しか合格できない試験になってますからあ現代においては行政書士試験というののは難関国家資格の1つになってるですから既に行政書士試験受けたりしてですね「落、えっ、ー、こっちゃったよ」とかそういうことで是非ですね落ち込まないでいただきたいんですまずもって。 それなんでですかっていうと皆さんはこの10前後10人に1人しか受からないような試験に挑んでいるからですと当然ですね試験というのは合否というものが出るわけですからこの合格率が低い中で落ちてしまったからといってそこで落ち込まないっていうのがまずもって大切なんですね。 試験合格のために一番の敵となるのは自分自身になりますからまずもってですね本日ガイダンスをお聞きいただいている方ですでに行政書士試験を受けてみてですねああうまくいかなかったということで落ち込んでいる方がいるとしたらまずもって落ち込む前に考えようと落ち込んでいたらいつまでたっても先に進めないですよとチャレンジ するためには合格率が低いものなんだと落っこっちゃう人の方が多いんだとそれが当然なんだその中で頑張ろうとしているんだという点をですね一つ意識を持っておいていただきたいとじゃあですねどのぐらい勉強すれば行政書士試験受かるんだろうかと。 いうお話ですけれども行政書士試験に合格するための勉強時間というのは一般的にはです、ね、600時間から1000時間と言われているとまあもちろんですね他の法律系の資格を持っているであったり法学部出身であったり暗記する能力であったりその能力によってはですね人それぞれ異なるものですから人必要となる時間というものは違ってくると。 ただですね、どちらにしても600時間以上を勉強するっていうのは大変ですよねとそして試験範囲も広いですよねと。だから結論から申し上げればですねまずもって行政初士試験大変なんですかって言われたらそれは大変なんですと世の中で簡単なんでしょうとか言っている人がいたとしてもそれはあなたじゃあ受けてみてってそういう形でですね言ってやればいいんですと。 皆さんはこういった大変な試験に挑もうとしている、トライしようとしている。そこにまずは自信を持っていただきたいというところです。簡単な試験ではないんですよと難易度の高い試験ですと一発一発合格できる人は多くはない。1回から3回の受験で合格をつかみ取る人が多いわけですから、難しい試験に挑もうとしていること、挑んでいることにまずは自信を持ってくださいと。 本日ガイダンスでですね、えー、画面越しにお聞きいただいている方にまずもって一つ試験に挑む上においては自分との戦いが一番になってくる自分と戦うための一番の武器は何かっていうと自分自身のモチベーションになってきますからまずはそのモチベーションを復活させると落ち込んでいる人はですね復活させてくださいと燃え上がらせてくださいと。その燃えた投資が 合格というものに繋、えー、がっていくわけですね。では具体的に行政書士試験突破に必要なものっていうのはじゃあ何なんですかというお話ですけれども、王道の学習これが試験突破に必要なんですね。まず一つ目、六法を引いて条文に何て書いてあるかを確認すること。テキストに現れている言葉の定義であったり判例の要旨というものを丁寧に読み込んで理解することですね。 条文と判例が過去問等の問題においてですねどのような形で出題されているかということを繰り返して確認をするとこれら一から三の繰り返しが知識を正確にしてそしてまた試験本番において選択肢消去法などの精度が上がってきて合格できるというものにつながっていくこの一二三四が法律学習の王道。 試験突破にに必要ななことになるんですね皆さん既に受験されたことのある方は今現時点過去ですね今現時点を基準に過去を皆さんが勉強してきた時に確かにテキストとかは見てたよなと過去問とかは一通り勉強したよなと。 そう思われる方が多くいらっしゃると思うんですがじゃあ実際にテキストに書いてあった出てきた条文をきちんと六方に変えて確認していましたかと過去問で出てきた条文というものをきちんと六方に変えて確認をしていましたかまた問題集を解く際にもですね「丸×合ってた間違ってた」で終わりにしていませんかと。 問題解くときにあこれは丸だろうな×だろうなという形で終わりにしていませんかと問題解くときにきちんと理由付けこれはこれこれこういう理由だからこうなんだとだから正解にたどり着いたっていうところまで全ての問題について処理できていましたかとそれを何度も何度も繰り返せていましたかっていうとあ確かにそこまで。 できてななかったな自分はあもうテキストは見たよと問題は解いたよだけど条文というものは見ていなかったよだからもうすでに受けられた方は,方は感じられていると思いますが記述の問題あれはほとんどが条文知識条文の要件そのまま書きゃ点数になるんですね。 だが日頃きちんと条文にどのような言葉が書いてあったのかなっていうところを見ていれば記述対策にもなりますし、また過去問で出てきた問題の近辺の知識というものは試験でも狙われやすいわけですね。だから過去問であったりで出てきた条文番号の近くの条文も合わせて確認をしていれば、過去問で出てきてないことが聞かれてきてもですね、試験本番で解けるようになってくる。 点数が上が上ってくるただそのためには繰り返してて知識が正確に頭に身に頭ついいいいななけければいけないんですねこの1234の非常に単純ですけれども非常に効果的な王道の学習これが試験合格突破のためには必要になってくるそしてまた先ほども申し上げましたけれどもこの繰り返すっていうところが一番難敵なんですね。 なんでですかっていうとお我々私たちは当然人ですから同じようなことを何度も何度もやっていたらストレスであったり、えー、解けない問題が出てきたらですねイライラしたりとさまざまな感情に押しつぶされちゃってなかなかモチベーションが上がらない時期が出てくるんですねそのモチベーションというものが非常に大事になってくるのがこの繰り返すというところ逆に言ってしまえば法律資格の試験というのは 何が問われているか確かに知識問われてますよとだけどそれ以上に忍耐力ととといいうところも問われているんだと過去合格された方あ私もそうですけれども日頃実務をやっていますけれども実務家の人間もですね 受験期にはそういった皆さんと同じような試験法律何書いてあるか分かんないですよね最初外国語のようなものでなんでこんな難しく書くんだっていう話ですよね。そういったとところに耐えて合格実務と その先という話がある是非で,ですね、えー、試験合格に必要なものとしては何ですか条文を見るテキストを見る問題集を解くこれを繰り返す忍耐力が必要なんだとこの法律学習の王道というのを改めてですね皆さんには認識をしていただきたいそして是非本年は合格をつかみ取っていただきたい。 ですから他のことはは基本的に行う必要性はないんですねこれらの王道の繰り返しが合格の近道になると例年ですね何年も何年も受験されていてなかなか合格ができない人という方もいらっしゃいますがそういった方はの特徴としてはですね まだ知識足んないんじゃないかまだ知識足んないんじゃないかっていうことでどん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 ですね新ししいいものにでですすねね手を出していくんです、ね、一つの問題集であったりを買ったとしてもですねこの問題集終わったからじゃあ次の新しい問題集で知識を多くしようとかいう形で一つの問題集が正確になっていないのに理解が正確になってないのに次の問題集に行って次も一回しかやらない曖昧なままで進んでいっちゃうんですね。そうなってくると試験本番では 曖昧なななな知識でではなかなか立ち打ちできないだから合格が長い間つかめないということにもなってくるわけですからこの王道ですねテキスト過去問、条文というものを繰り返すこれが非常に大事になってくる。 当然ですね1つの問題集を3回とか5回とかやっても,もう頭に入ったよ理解できたよという方は次の問題集に進んでいただいていいんですけれども大事なところは1つの教材皆さんに与えられた教材をですね1回で終わりにしないと何度も何度も繰り返して正確に理解できるようになったら次の問題集ステップに進むというところこれが非常に大事になってくるんですよと。 この点を押さえてておいていただければと思いますではですね今挙げましたこれらのポイントの中ですでに学んだことがある方が本年受験を考えるにあたってどこを中心に勉強したらいいんだろうかというところですが黄色でマークしてあるところですね「条文に何と書いてあるか」「過去問集を正確に使うと」とこれらを繰り返すっていうところに時間を割く。 条文問題演習繰り返しの時間というものが特に重要になってくるんですよそれは何でですかっていうと当然のことながら法律の試験すでに一通り学んだことのある方はですね出てくるテーマとしてはもう皆さんが学んだことのあるテーマから出てくるんですねだからテーマ自体を皆さんは知っているわけですから一通り知っているわけですからゼロから勉強するっていうのは 非常に時間がもったいないなんですねゼロから勉強した場合についてはゼロから3とかですね、えー、いう部分超,超超超超超基本的なところのようなものは試験で聞かれてくることは稀なわけですからまずもっては一通り知識が入ってるんだったら皆さんが以前 まだ足りていいなかったという勉強部分どこですかと条文をきちんと見ましょうとまたですね過去問集を適切に使いましょうとこれら条文をテキストを見て条文確認して過去問解いて条文確,確認して過去問を正確に使うこれを繰り返すとここに時間を割く必要性があると。 時間は有限になってきていますから皆さん当然ですねお仕事お,お仕事をしながら受験に望まれている方であったりですね、えー、限られた時間の中で行政書士試験という戦場で、えー、勝ち抜かなければいけないわけですから必要なポイントに時間コストをっき効率的に本年は望むべきだと法律をすすででに学んだことがある方はですねじゃあ具体的にどのような形で本年対策していったらいいんだろうか。 先ほど申しし上げましたようにですね、効率的に時間を使っていきましょうよと条文であったり問題集であったりそういったところを繰り返すっていうのが皆さんにとって大事になってくるわけですからあ無理無駄を省いた短期合格へのロードマップ実践的なカリキュラムというところを考えながらですね、皆さんには勉強をしていただきたいというところになるわけですと。 その中で本日はですねこのパンフレットをお持ちの方はパンフレットを見ていただければと思いますがこのパンフレットの中でですね180点アルティメット講座っていうところを少しお勧めさせていただきたいんですねページで言うとアルティメット講座についてはこちらですねアルティメット講座については30 8ページから41ページまでですね41ページ38ページから41ページまでがこの「アルティメット講座」の中心的な説明になってますのでお手持ちにこのパンフレットをお持ちの方はですねよいしょ。 パンフレットの38ページから41ページというところを画面にも示していくんですけれどもペラペラとめくりながらですね確認をしていただければなというふうに思います。 まずもってですねじゃあお前この180点アルティメット講座っていうのを宣伝しようとしてるけどよ実際にはじゃあどんなもんなんだっていう話ですよねだからまずは概略と概要というところを確認していきたいと思いますけれどもアルティメットコースというのはパンフレットのところにも大きく図が載っていると思いますがまずもって知識確認編というところで知識を確認してですねそして演習編というところで問題演習を中心に取り扱っていきましょう これが大まかなアルティメットコースの内容ですね。基本的には法律をすでに学んだことのある方の講座っていうのは知識をある程度確認して問題演習をどんどんしていきましょうっていうところでは共通しているんですね。 ただこのアルティメット講座の特徴的なところはジグザグに学習していきましょうってなってるじゃあこのジグザグって何なんだって言うと憲法のインプット知識を確認したら応用的な問題にも即取り掛かりましょう民法もそうですね行政法もそうですねこれなんでそうなっているのかっていうと記憶に関係してるんですね 人間の記憶っていうのは皆さんもすでに感じられていると思いますけれども学びましたわかりましたちょっと経ったら忘れますよね。 短い期間で何度も繰り返して知識を引き出す練習をするそれが長期記憶につながっていきますのでその皆さんの記憶レベルに合わせてですね、えー、皆さんが知識を改めてですね確認をした上で、えー、じゃあもう一回知識引き出してなおかつ応用的に組み立てられますかというところを演習編で確認していこうというところになってくると。 そして扱う科目ですけれども、行政初心試験受けられた方はすでにご存知のように、法令科目としては基礎法学、憲法、民法、行政法、商法、会社法というところで、244点分ありますけれども、アルティメット講座で取り扱うのは、憲法、民法、行政法、商法、会社法なんですね、法令科目であると。そして 見ていただきたいのは着目していただきたいのはこの民法と行政法の回数がインプットの時間も演習の時間も多いですよねとそれは何でですかっていうと点数割合なんですね民法と行政法にこれ点数がトータル188点あるんですね。 皆さんご存知ですよね合格点行政書士試験180点以上が基本ですからこの2つが極めららられれちちゃゃっったた満点取れたら受かううよなな試験なんですねだから皆さん限られた時間の中で対策していくにあたってもこの民法行政法っていうところに時間を割くとそしてまたこのアルティメット構造では基礎法学っていうものが入っていませんけれども基礎法学っていうのは2問ですね。 点数にすると1問4点ですからトータル8点ですねこの8点についてはやらなくていいです捨てちゃっていいですそれなんでですかって言うとこの基礎法学っていうのは法律の歴史であったり外国の話であったりですねそういった非常に広い勉強をしても得点に繋がるかわかんないどこが出るかわかんないそんなところに時間を皆さん避けないですよねなおかつ点数8点しかありません 勉強しなくても合格できるところですからここについては勉強する必要性は特段の勉強する必要性はないと。またですね 日頃のこれ基礎法学ってあるようにメイン科目をやっていればですね基礎的な法律的な知識っていうのはプラスアルファされてくるとなのでなんとなく解けるというようなところでもありますのでこの基礎法学についてはアルティメット講座では扱わずにですね他の科目法令科目を扱っていきましょう特に民法と行政法というものを中心に扱っていきましょうという話になってくるわけですね。 それだけでではないですよね、試験科目。記述と一般知識というものが試験科目としてはあると記述については民法行政法60点のウェイトがあるわけですけれどもこの60点って非常に大きいですよね、えー、き合格点が180点のところで60点ですからこの60点が取れてしまえば合格がかなり近づく。 ですから記述ををすすするるるもものは試験を制すと言われるようなゆえんでもあるんであねだからここについても重点的に訓練していきましょうと記述問題を訓練していきましょうよという時間がアルティメット講座では組み込まれているさらに一般知識についてはここ注意点ですよね。180点をいかに超えていてもですね一般知識で最低24点ですね取れていなかったら基準点満たしてないということで落っこっちゃうと。 だから最低一般知識で24点取る必要性がありますよと。 ただですね、一般知識の科目としては政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章理解というところが試験科目としてありますけれども、政治、経済、社会といったところは非常に広いんですね、これまた基礎法学と同じように。勉強して、それが試験に出るか、特定につながるかと、つながりにくいといったようなところでもありますし、日頃のニュースであったり、そういったところに興味を持って聞いていれば、結構ですね、行政書士試験。 ホットな話題が政治経済社会では狙われやすいとも言われてますのでなんとなく解けるという部分でもあると。だから、 皆さんがこの24点を確実に超えるために対策しておくべき点点数が取りやすいところはどこかっていうと個人情報と文章理解になってくるんですね。個人情報は毎年12問ですねで文章理解は3問出ますから5問ぐらいはこの2つを訓練しておけば対策できる。5問というのは20点ですよね。 だからそこをキープしておけばあとはそれ他のところで点数が取れれば1個か2個3個正解できればこの一般知識基準点というものは心配することなくクリアできますのでここのところに時間をかけましょうよと授業の中ではと。 そこでですね、インプットのところ知識確認編先ほどを見ましたけれどもここのところ1回ありますが個人情報保護を扱います。そして文章理解っていうのはこれ国語の文章の訓練が必要になりますのでこちらは別個ですね「文章理解特別講座」というところで訓練をしていきましょうと。 このように180点アルティメットコースっていうのはあ民法行政法を中心にインプット演習編をジグザグに、えー、記憶に定着するように長期記憶につながるように、えー、勉強していきましょうそしてまた試験対策として重要な記述と文章理解というところを重点的にやっていきましょうで180点を超えていきましょうっていうのがこの180点アルティメットコースのコンセプト戦い方になるんですね。 具体的には。 知識確認編では何を用いて講義をするんですかっていうとオリジナルレジュメというものを用いてですね私が作ったですねレジュメを用いてまずは基本的な知識を確認していきましょうとそして知識確認してそれを実際にですね基本的な問題ジュ順行政書士足別過去問書を用いて超重要なところですね全ての問題を皆さんと一緒にですね解いていくっていうのは時間に限りがありますので難しいですから重要度 A ですよと。 っていう絶対押さえておいてほしいところを皆さんと確認しながらですねえ基礎知識を再確認再整理ブラッシュアップしていきますよと。 そして講義後ですね、皆さん復習の際には授業で扱わなかった問題を解いて知識が曖昧な部分については合格基本証というところで確認をしてくださいと要は重要知識確認整理を行いましょうというのが知識確認編になってるただ単に知識を確認するだけだと眠くなっちゃ飽きちゃいますからアウトプットもですね基本的な問題については授業でもやっていきましょうとこれが知識確認編。 具体的にはどんなレジュメ使うんですかっていうとこういったレジュメですね外国人に関連についてはこういったレジュメとかを用いながらですね、えー、授業で皆さんが今までイメージとしてつかめていなかったようなところであったり理解が不十分だったところをですねできる限り多くの図を使いながら授業ではやっていきたいというふうに思っていますし連年やってるところですね。 イメージがつかないと知識も入ってきませんからこういったイメージが難しいところは図などを使いながらですね整理しながら確認をしていくと。そして授業中にはですね各単元今外国人関連の話が書いてありますよねですから外国人関連のところで問題集ですね一問一答の問題集こちらの問題集になりますけれどもこの問題集結構分厚いですねを使いながらですね重要度 A のところを解いていくと。 なおですね、授業でレジュメ資料を出しながらって言ってますが授業のレジュメ資料だけでですね、この問題集1冊分の県民業の問題についてはほぼ8割9割は解ける知識量になってますから授業で皆さんにご提示するレジュメもですね、結構な分量になってきますのでそこの点は心配をしていただかなくていいと。 なおかつ試験授業ですね授業終わった後、皆さんご自身で勉強する時間が当然必要になってくる皆さんがご自身で勉強する時間にですね知識が曖昧だったなとかいうところはこの合格基本書という基本書もですね、皆さんには提示されますのでこの基本書を使いながらですね復習の際に知識を復習したりしてくださいねと。 なおかつ授業で扱わなかったこの重要度 A 以外の問題も復習の際には解くとなおかつ復習の際には出てきた条文であったりを確認しながら必要に応じて法令書をマークするとかそういったところをやってくださいということになります。で 演習編に移った場合何をやるのかっていうと知識確認編で基礎的な問題であったり基礎的な知識っていうところを確認したらその上ですね、えー、実際の語子択一形式の問題でですね えー、一定数の問題こちらも全てを解くことはできません時間の限りがありますのでと一定数の問題を解きながら解答への着眼点であったり反復学習する際のポイントというものを指摘したりして実践力を養って実習、えー、習によよる問題演のの際の駆けととしていきますよと要はあ演習編では実践力を養っていきましょうと。 具体的にはこちらのですね問題集を使いながらより応用的な実践的な問題というものを取り扱っていくこれが演習編になると演習編終わった後にも知識が不十分だったかなというところについては復習の際に基本書であったり条文を確認すると。 さらに記述非常に高いウェイトを占められていますから記述っていうのは、まあ、一連の試行作業ですねちょっとした考え方というものも必要になってきますのでそういったところも訓練によってつかみましょうというところでよいしょ記述を制するものは試験を制すというぐらいですから実際に皆さんと一緒にこれも一定程度の問題を解きながら知識を確認していきましょうと。 問題集としてはこういう形でですね実際のの本番問問題題ととと同じよううななを解いていくといてくことになりますさらに一般知識・文章理解こちらもですね、えー、訓練が必要なところになりますので実際に訓練をしながら勉強していきましょうと一般知識は基準点に注意ですと。 で基準点を超えるためには個人情報文章理解の点数を確保しておくっていうことが一般知識対策ととしてては非常にに重要になってくると効率的に知識を定着させるためにですねジグザグで勉強していきましょうというジグザグの学習方式がアルティメットでは取られていますよと。 さらにですね、特徴的、本年からになりますけれども、直前 Zoom フォローという形で、ですね、講義終了後、試験までの期間は、ですね、一人旅、自習によって勉強しなきゃいけない時期になってきますので、直前期は不安,不安とかモチベーション維持というところが難しくなってきますから、直前期にです Zoom、ね、の方を使いながら、皆さんとともにです、ね、モチベーションを維持しましょう、Zoom で一緒に頑張っている人がこれだけいるんだと。 だからあもっとお自分もお頑張ろうという形でモチベーションを維持していただければなと。 今、スケジュールの話が出てきましたけれどもこちらのスケジュール冊子をお持ちの方はですね、スケジュール冊子を見ていただければと思いますがこのスケジュール冊子のですね、ページだと34ページがアルティメットコース通学される方ですけれども通学の方はアルティメットコースが書かれているんですが。 見ていただけるとですね、えー、このように2月から通学講座は始まってですね、えー、バーッといきまして最終的には授業が9月2日に終わるんですねだから本試験は11月ですからこの9月から1011というところの期間が空くんですね皆さん一人で頑張んなきゃいけない時期になってくる。通信のの方も基本的ににはですねこのスケジューリングに沿った形 で勉強をしていけば生でお聞きになっている方と差がない形で勉強できていくことになりますけれどもいずれにせよですねこの空白期間自分で頑張んなきゃいけない戦わなきゃいけないというところがあるんですね非常にモチベーション維持しにくいと潰れそうになっちゃうと そういった時期でもありますからあそこでズームの方でですね、えー、皆さんモチベーション維持を頑張っていきましょうとまたあ超直前期には今年狙われる可能性高い部分はここですからあ中心的に復習しておきましょうというところをお含めてですね確認をしていきましょうこれが本年からできた特徴的なところになりますので、えー、ぜひですねこのズームフォローというところも活用していただければというふうに思います。 繰り返しになりますがあそろそろまとめの話に移っていきたいですねそして、えー、この「繰り返しになりますが」っていうところ行政書士試験突破に必要なものは条文を確認するテキストを理解する問題集をお正しく使うこれを繰り返すとこの王道が非常に大事になってるんですよと。 他のことは基本的に行う必要性はないですからこれら王道の繰り返しを意識して本年度は実践的に対応をしていきましょう実践的な対応としてですね180点アルティメット講座をですねぜひ行政書士試験という戦場の道しるべとして私を存分に利用してですね合格をつかみ取っていただきたい。 戦場で勝ちどきをあげていただきたいというふうに思う所存でございますと。なおですねレックでは「アルティメット講座」というところでパンフレットの中にですね、まあ、ページで言うと18ページのところですかね 18ページのところに学習経験者向けについては今お話ししましたアルティメットコース私が担当しているコースですねアルティメットコースがありますがあその他にもですね横溝先生の講座であったり野畑先生の講座というものもあると。なので、えー、こちらも検討していただければなというふうに思いますが特徴的なところはですねまあ一番皆さんがあね 気になるところですよね値段私も普段は実務家やってますからあお客さんの方どれぐらいかかるんですかねっていうところでやっぱりコストというところを 非常にに皆さん気にするこの中でですね横溝先生の講座は30万円超えですね野畑先生の講座は20万円超えですね私は20万円以下ですね値段としては一番安くなっている当然ですね値段が高くなっているっていうのは内容的なところが非常に多いんですね時間が非常に多いと時間が結構取られますよと。 そのの分知識といいうものは講義を聞いてるだけでもプラスアルファされてきますよとだから時間のある方も今年絶対合格したいんだという時間のある方はですねこういった横溝先生の講座であったり野畑先生の講座を選んでいただいてもいいかなっていうところですね。ただ限られた時間の中でコストを抑えつつも合格したいと。 そういった方多いんじゃないでしょうかと思いますがそういった方はこの180点アルティメットコースをご利用いただければなというところになります。いずれにせよですね実践的なカリキュラムで本年法律を既に学んだことがある方が受験,するであるんで受験するのであれば挑む必要性がありますよと。 その道しるべとして180てアルティメット講座をですね、えー、ご利用いただければなと一緒に頑張らさせていただければなというふうに思っています。以上になりますけれども本日ご参加いただいた方ですね限られた時間の中でガイダンスを聞いていただきまして非常にありがとうございます。そしてまた、 本日ガイダンスに参加されているということはそこの時点でモチベーション挑もうという意思が強いわけですからそれを非常に大事にしてほしいと180点アルティメットを私は担当してますからアルティメットの宣伝が多くなりましたけれどもどの講座を取るにせよですね皆さんが戦うべきなのは皆さん自身になります。 だから自分に負けないでくださいとそしてまた諦めたらそこで試合終了ですよと絶対に諦めてはいけない諦めなかったその先に合格というものが出てきますので是非、えー、本年行政書士試験合格して桜を。 戦場にに咲かせていいいただければなという,ふうに思いますそれでは試験突破のためのアルティメット合格戦略のガイダンスレイク専任講師鎌田の話はこれにて終了とさせていただければと思います是非ですね講座を取るにせよ独学で挑むにせよどういう形で挑むにせよですね諦めずに合格をつかみ取っていただければと思います本日はご参加いただきましてありがとうございましたご視聴いただきましてありがとうございました是非頑張ってください